はい、ということでね、ちょっと時間がですね、チェックインまでまだ時間あるから、ね、そうなんですよ。で、何しようかって考えた時に、なんかネットで見てたら玄武洞に面白い方法で行けると、あの、まずこっから玄武洞の駅まで電車で行って、そこから吊り橋に書いてある電話番号に電話かけると、あの、船が迎えに来てくれるというね、なんか面白そうなんでね、今から行こうと思います。電車がなかったためバスで行くことになりました。バスで行くにしても渡し船は乗る必要があるみたいです。それで、あの、城崎温泉のインフォメーションに行ったら、この玄武洞のミュージアムの入館 10% 安くなるチケットと、このね、渡し船の説明の紙をくれたんで、ぜひ皆さんも行ってみてください。玄武洞バス停に到着しました。ここから先ほど、あの、渡し船の方に連絡させていただいたら、川の方に向かってくださいと。川の方にって言われても事前にこっちで合ってんの？多分合ってると思います。川ってあっちなんで、こっちじゃなくていいの？多分こっちですよね、皆さんね。これね、こっちで写してんの？こっち、こんなんです。ほら、わからんよ。でも川の方に向かって桟橋を上がって降りたら船がありますって言われたんで、うん、ちょっと楽しみやね、これは。通学路って書いてあるし、あれじゃない？通学路、船で、渡し船で行けるってすごいな、これ。あ、渡し船って何？やっぱりここじゃん。ほら、ほら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 、ぽくない？ぽくない。あ、ぽい。ほら、これ行けるの？これお？え、ここじゃない？これ動画に映したらあかんやつ。本当にここ？まあでも行けそうだな。皆さん申し訳ない、逆でした。こいつやったわ。やりよった。うるさいうるさいうるさい。10キロ歩いてよ。だって嘘つけよ。30秒ぐらいしか歩いてん。いや、これは分からんって。だって、あ、渡し船ってあそこも書いてあったわ。ごめん。あ、いい。ここを左に行って、それですら、あ、ここや、ここやわ。すごい、すごいな。あれ玄武洞？あれ玄武洞や。なんかつらなが重なってるみたいな言ってた、書いてあったネットに。海ぶどうじゃなくて、意味わかんない。海ぶどうじゃなくて玄武洞ね。あ、そういうことね。あ、ここですか、皆さん。うわ、どう、絶景。多分あれが玄武洞やね、あれ。多分まだ船が来てないから、ここでね、船が来るのを待ちましょう。来ましたね。モンキーターンだ、モンキーターン。漫画見すぎ。ここからモンキーターン来るよ。もう来てきて、モンキーターン。ありがとうございます。ありがとうございます。これはテンション上がる。え、すごくね、これ。スポーツ流れに逆らってる。なんて、なんて。はい、お願いします。水の流れに逆らってる。っていうこと言うやん。これどっち向きがいい？どっち向き。おお、涼しい。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいけど、うわ、気持ちいい。これ伝わるかな、この気持ちよさ。どう、この顔で伝わるでしょ、皆さん。あ、涼しい。めっちゃ気持ちいい。聞いた、もう聞いた。朝廷ですね。わー、いい景色、ほんまに。
もう到着ですね。到着。窓ガラスで。はい、到着。もう早速玄武洞公園にね行きたいと思います。行くよね。行く行く。玄武洞公園渡ろう。やっぱほとんどの人車ないやな。そうやんね。なんでこんなとこに洞窟ができたの。なんでやろ。その海とかだったらなんかさ、うん、風でとかわかるけど、うん、いろいろあるじゃん、潮の。こんな田舎に。こんな、だって山じゃん、普通に。うわ、すごい。え、すごいんやけど。食べれんの。すごい。え、やば。じゃじゃーん。やば、これ。ここが玄武洞。この壮大さ、やば、すごこれ。え、ここって重要文化財？ほら、天然記念物やん。指定天然記念物。玄武岩なんやな、もちろん。それは玄武岩だろ。全部が。うわ、新幹線は刈り上げだろ。すご。あ、やったな。うわ、やばこれ。見て、入れるとかそういうわけじゃないな。じゃあな、やば、すごいなこれ。お前、涼しいと思ってた。でっけ。この壮大さが伝わりますか。すごい、いろんな洞があるんや。洞窟が。玄武洞周辺は江戸時代から採石場として開発されていました。その中心的存在として最も大きい玄武洞、こちら。そして清流洞、白虎洞、朱雀洞、天然記念物。すごいな、これは。ちょっとね、あのね、玄武洞が思ってた以上に暑すぎてですね、僕たちは白虎洞とかに行く元気がなくてですね、ただいま休憩しておりますが、玄武洞というものはですね、約160万年前に起こった火山活動で流れ出したマグマが冷え固まる際に規則正しい割れ目を作り出して柱状に形成されて誕生したんですね。だからあのなんか少し柱っぽいのがカタカタなってると。玄武洞で採れる岩石は大きさが均一で、なおかつ近くに運搬に便利な川があった。だから江戸時代に採石場として利用されたんですね。ということでね、今回の動画はもし玄武洞に興味がある方々、この動画を見て行ってみようと思った方々はね、ぜひ玄武洞行ってみてください。とても壮大でね、行く途中が面白いんでね。もちろん玄武洞も面白いですが、ぜひ、ね、もうちょっと涼しくなってから来るのがベストだと思いますね。ということで、ご視聴